完全に信頼を失ったな。もう敵とみこうなることは分かっていたはずなのに、胸が痛い。ミーナの兄を殺したことも、仲間を裏切ったことも、神に背いたことも、ルフィーナのことも、全部結果がどうなるか分かっていてやっていることのはずなのに、どうして結局いつも後悔しているんだろう。自分が分からない。聖騎士と呼ばれる者でも所詮は人間か。俺が足音を立てるまで気づきすらしなかったな。あなたは。俺はお前を知らないが、お前は俺を知らないわけじゃないだろう。英服くらいしたらどうだ。俺と戦うつもりか。ああ、死にたいならそうしろ。貴様ごときが俺に勝てるものか。でも戦わなければ僕はすぐにあなたに殺される。なぜそう思う。僕があなたの敵だからだ。なるほど。だが剣を収めれば命を助けてやらないこともない。今は剣を捨てろ。命令だ。これでいいか。ああ、俺が怖いか。ああ、国を裏切ったくらいのやつだからどんなものかと思っていたが。僕のことを全部知っているのか。ああ、レイティアと言ってもわからないか。アムルに潜伏しているやつらから聞いた。それで今僕を利用しているというわけか。利用？もうレイティアたちはお前を使っているのか。そんなことは初耳だが。そんなことを言われても僕は知らない。ただ僕があなた方にいいように使われているという事実があるだけだ。ふん、俺もそんなことは知らん。誰がいつお前を使った。つい最近のことだ。確かディアン・マルスとかいう名の。ディアン？そういえばレイティアが最近その男の動きが怪しいと言っていたな。え？その男、いい根性をしている。我が軍から仕入れた情報を自分のいいように使っているというわけか。やつ、裏切りも同然の行為だ。それなりの報いを与えてやる。で、お前はその男に飼われていたのか。飼われていたとでも、いいように使われていたとでも、こちらでもお好きなように。では俺がその男の代わりにお前を飼ってやる。それはあなたも僕を利用するということか。そう取ってくれて構わない。どちらにしろあなた方はみんな蜜にたかるアリだ。人の弱みをいいことに吸えるだけ人から蜜を吸おうとしている。人間ごときが俺に偉そうな口を叩くな。しかしお前の飼い主はあの男と俺のどちらがいいか、それくらいは判断がつくだろう。あの男でさえ見返りはそれなりに僕にくれた。あなたは一体僕に何をくれる。見返りをよこせだと。俺に向かっていい度胸だ。あなたが僕にどれだけの価値をつけてくれているのかが知りたい。価値か。
そうだな。とりあえず今はここから俺を逃せ。話はそれからだ。逃せとは？この神殿はすでにローアナ軍の手によってほぼ制圧されたも同然だ。だから不本意だが、俺はここから逃げる。俺はお前たちの前にやってきた部隊を殲滅させることでそれなりに力を使ってしまったからな。正直疲れてきた。それにここまでお前らがやるとは思ってもいなかったからな。どうやら少し見くびっていたようだ。とりあえず俺はここから去る。お前はそれを手伝う。お前は仮にも団長なのだから、俺を逃すことくらい簡単だろう。断ると言ったら殺す。あなただったらやろうと思えば聖騎士団を全滅させることくらいできるでしょうに。それは買いかぶりというものだ。本気でやらなければそれはできない。まだ俺に王としてやるべきことがある以上、そんな危険など犯したくはない。そういうことだ。でどうする？もっとも答えは決まっているだろうが。僕は負傷者を出してしまったようです。死者の数はまだ不明ですが、それなりには。そうだな。しかし獅子王は結局見つからずじまいだ。もう逃げられてしまったのだろうか。そうですか。とりあえず負傷者たちをアムルまで送り届けなければなりません。陛下、その許可はいただけるでしょうか？ええ、もちろんです。どちらにしろこの周辺を拠点として固めなければ次には進めません。他部隊の方々にそうしていただいている間に、私たちはアムルにひとまず戻りましょう。次はいよいよあの極寒のトリタ山脈を越えることとなるのでしょうか。そのためにも準備をしっかりと行っておきたいところです。団長、どうなさったのですか？ひどく青ざめていらっしゃいますが。いや、大丈夫だよ。一人だけ遅くなって悪かった。私たちはひとまずアムルに戻ろうかということになったのですが。ああ、そうだね。きっとその方がいい。大変ご苦労様でした、ユリシア様。そして聖騎士団の方々、見事サグディードの塔をボルドの手から取り返した上に、ボルスタッド大神殿まで占拠したという功績は称えられて叱るべきものだと思います。この勢いであなた方が奪われた我が領土を取り戻し、そしてボルド王国をこの大陸から抹消されることを私は祈っております。どうか
ドワフィーナの光を全世界に。はい、最首長様。疑われても仕方ないだけのことはしている。すまない、本当にすまないと思う。僕は君が思っているような人間じゃないから。アス、ところで町の見回りを頼んでもいいだろうか。ここのところずっと町を開けていたから少々治安の面で不安でね。じゃあよろしく頼んだよ。終わったら団長室に来てくれ。
久しぶりです、アスさん。ええ、なんとか。とりあえず仕事の方も見つかりましたし。あ、そうだ、聞きましたよ、アスさんたちの活躍。ついに国境を越え、ボルド領内を進軍しているそうですね。少しの間でも一緒にいたなんて、なんだか信じられません。もともと私なんかが不相応だったんですよね、皆さんと一緒にいるだなんて。だから良かったんですよ、これで。優しいですよね、どうしたいのかよくわからないの。私はこれでそろそろお仕事に行かないといけませんから。ルー